赤コーナーロニーリバの、青コーナーがペドロ・ファンヘマーと、この両者の対戦です。さあ10分一本勝負始まりました。やや上背でヘマートの方があります。このリングはちっちゃいですよね。はい、そうですね、上田の上田の音楽がそうですね、聞こえますね。リバノがリズムを取ります。あ、構えを変えました。ヘマートが合わせてサウスポー、おっとお互いに蹴りを出しました。いい左ですね、はい。まあ、打撃でやろうっていうもの同士だから有効が有効ですよね。ヘマートの方はもう全く埋めたいキックボクサーっていう感じですね、これはもう早々にグラウンドに持ち込む動きです。さあ、首を下げました。倒れないですね、はい、あの首相撲のようなああいうそしたら崩すだけじゃなくて外掛けだとか、はい、足をかけていきたいと思いますが、今1回目のチャレンジは取れませんでした。こういう組み合いは強いですね、あのキックボクサーは。ここからちょっと油断すると膝が出ています。今のところほとんどキックボクシングのような展開ですね、はい、どうキック出しましたか。今のスタイル膝を出した2発、あーボール行ってましたね。ここでダウンドというのがそのままチョーク、おーっとそのまま後ろを押さえました。タップした、たまらずタップしました。完勝です、はい、ちょっと今急所へ入ったんじゃないかみたいなアクションがヘマースのセコンドからあったんですが、膝蹴りからチョーク、ロニー・リバノが勝ちました。ちょっとセカンドは納得のいかない表情です。この後です、パンチを出して捕まえて一発、次ですね。ああ、急所ですねこれは、はい、完全に急所ですね。でこれでたまらずガードが崩れたところで後ろを取って結局首を取ってタップしてロニー・リバの勝ちということになりましたが、まあ、スローを見るとご覧のようにしっかりとヘマートの急所に入ってました、はい、ミックスファイト、まずロニー・リバノがこの第1試合ではウィーナー勝者になっています。セコンドの握手を求めに